アクティブスローライフ。はい、皆さんこんにちは。アクティブスローライフチャンネル、ウエティです。今日はですね、あちらに石があるんですけれども、あそこで料理をしてみたいと思います。いつも結構コンビニで買ったりしたんですけど、せっかくこんな自然の中で、キャンプができる環境があるんでね、そこでちょっと鍋とか買って、料理を今日はしてみようと思っています。でまずは、火を起こすための、木とかですね、細かい木とかを、集めていきたいと思ってます。はい、燃焼力がすごいな。おお。一応火はついてます。一応火はついてる。火起こしも割と難かったな。えい。火が痛いだ。むずいっすね、これ。火が。火のコントロールが難しい。あ、でも肉が焼けてきた。やばいぞ、でもこのまま行くと肉が焼ききれないぞ。ピーマンが投入されました。ピーマン投入。ジュージューも言ってません。何も音が鳴ってない。何も言わな いぞ。キャンプとはこんなものなのか。キノコ投入です。お、もう来た。 お奇跡が起きた。奇跡が起きた。これはもうちょっと時間かかると思ってた。火に燃え移った。しかし炎の力が弱い。弱い。もう燃やすものはないのか。最後の力を振り絞ってとりあえずぶち込む。残念ながら火が消えてしまいました。うん、どうですか。ナイス。ここまで行きました。ちょっとキノコを弾いて食べてみようと思います。豚肉大丈夫ですか。ちゃんと焼けてますか。ちゃんと火が通ってます。田島の底力で焼き切りました。ただね、本当にむずいね。なんか
キャンプのプロとかの動画見てると簡単に料理してるけど全然むずい。なんかね、火をコントロールするのがめちゃくちゃむずかった。まあ火がね、ちゃんとつけばできそうだけど、うん、机につけるケースみたいなやつなんだけど、網が完全に燃えてましたね、うん、網自体が燃えてたよね。キャンプの料理の難しさを知りました。まあこれから諦めずに、火起こしだね、特に火起こしだね、はい、火起こしとあとその火をどうやってコントロールするかっていうところ、今回はなんかそのね、料理をする過程を楽しもうと思ってやったんですよね。はいはい、まあ面白かったですよね。うん、今回ね、面白さよりも難しさがね、うん、かなり 90% 難しさだったから、あの外側から見てるとね、すごい面白そうだったんですけど、おお、やってる方には大変そうだなと。めっちゃ大変だし、めっちゃ不安だった。火が飛び移らないかなって、うん、まあ、まずはね、何事も第一歩ということで、そう、まあ、今回は豚肉とピーマンを焼けたと。うんうん、キノコ投入したら火が消えちゃったんで、キノコだけ残しても食べてます。なのでまた、まあ、次回にぜひ交互したいということで、うん、そうだね、はいはい、ということで今回は、畑で料理に初挑戦でした。火起こしからね、ライターから始めて、まあ、結果ピーマンと肉は焼けたけどキノコは間に合いませんでした。ということで、はい、次回のアクティブスローライフチャンネルもお楽しみに。じゃあねー。アクティブスローライフチャンネルをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルでは都会では絶対に見られない面白いスローライフ体験をアクティブに発信していきます。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた。それではまた。